にちは、りさんです。本日もよろしくお願いいたします。ちょっと昨日の FNS 歌謡祭見ましたか？私はですね、20のためにちょっとね、全力待機してたんですけども。いやー、すんばらしくよかったね。2曲目がね、20でスタジオから、まず最初に生放送したんですけど、司会が喋ってる、相葉ちゃんがね、後ろでね、もうすでにココナッツポーズを決めてるっていうのが、個人的にちょっと違ったんですけど。いやー、よかった。すごく良かった。ちょっと心配することも、あったんだけど、ちょっと言わないけど大丈夫かなって思ったこともあったけど、でもやっぱりパフォーマンス自体は素晴らしくて、カメラワークもねすごくよくって、なんかちゃんとメンバーのその輝く瞬間が見えるところもあれば、その弾きでもちゃんと映してくれてみたいな感じがあって、良きココナッツでした。でその後は Perfume さんとのコラボがあって、私 Perfume が本当に昔大好きで、ライブも何回か行ったことあるんですけども、なんかまさかね、あーちゃんがねもう本当に NiziU のファンっていうのもあって、そこでのねのコラボがあったっていうのは、もう私からしてみたらもうめちゃめちゃ歓喜。曲もね、今回はクラップクラップと大丈夫ないをそれぞれコラボしたんだけど、いやー、なんかまずクラップクラップを踊る Perfume が違うなと思って、なんかもう本当に自分の曲かのように踊る、溶け込み方、やっぱり違うなと思いました。素晴らしいです。で大丈夫ないを踊る NiziU ちゃん、可愛かった。なんかああいうそのテクノポップで踊る NiziU ちゃんたち初めて見るから、あ、こんな感じで踊るんやと思って、すごい新鮮で、なんかちょっとねこれからもああいうダンスをもっともっと見ていけたらなというふうに思うんで、まあ個人的に好きな曲 Perfume でね、 Perfume で好きな曲が Perfect Star、 Perfect Style とあとはねなんですけど、でもそれ以外にもね好きな曲いっぱいあるし、生ながらドラムコラボでねお互いのね曲をねそのカバーしあって、ドラちゃんも一緒に参加するみたいなのも一個ありなのかなと思ったり、ちょっとバリバリねかっこよく決めてるさ曲とかもねやるのもありだし、うーん、夢膨らむな、すごい良かった、本当に良かったです。で私ちゃんと全部見れてないんだけど、なにわ男子さんが最初に夏メドレーのカバーしたじゃないですか。選曲神じゃんと思ってびっくりしたもん。まずゆずさんだってさ、でその後がアイコの花火だよ。ジャニーズがアイコを歌う世界線あるのと思って、すっごいそこに感動して、私アイコさんも好きで何度かライブ行ってたんですけど、それもびっくりして、なんか言葉を失って、で最後にスマップのバンバンバカンスじゃないですか。もうなんかこのね大先輩と本当に今をときめくジャニーズとコラボっていうのがもう胸熱すぎて、やっぱりその青春時代と今を楽しんでる、ここがなんかこう組み合わさるとこんなにも最強なのかと思って、昨日の FNS 歌謡祭良かったですね。ちょっとその後のねなにわ男子の本命の曲、本人たちの曲はちょっとね途中からFNS歌謡祭ちょっと離脱しちゃったんで見れてないんですけども、この後ゆっくり見ていこうかなと思います。ではですね、今回はじゃーん、なにわ男子のツアーグッズが届きました。はい、そう届いたんですけど、私全然買ってなくていつも通りですけど全然買ってないです。去年はその参加しないんでグッズ買ってなかったけど、今年はツアーに参加するからどうしても買いたいと思って、最低限のものを買わさせていただきました。ギギ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 バーン、さてと、いやー楽しみだな。おっと、じゃあまずはじゃじゃーん、大橋くんのうちわです。素晴らしく可愛い、マジで去年のうちわが本当に広角レンズでなんか撮ったような鼻手かな写真だったんで、じゃどうかなと思って心配してたんですけど、イケビジュです。しかもうわこのウーブ可愛いよ、もう色合いも素敵だし、このチュッてしてるのも可愛くてすっごい好きです。去年のツアーもめちゃくちゃ行きたかったんですよ。すごい紫、単色系の紫でファーストツアーでもうすごいラブって感じで可愛いんだけど、やっぱり私はこういうポップな感じのやつが本当に
ドキドキするというかワクワクするというか、なんで、まあ、去年は外れてよかったなって思っておりますまだ3戦前だけど、いやめっちゃいい、可愛いです、大満足、可愛い。はい、であともう一個だけ買ったのが、はい、ペンライトですもうツアーといったらうちわとペンライトでしょ。この2つあればとりあえずツアーの準備万端ですねもうこんだけしか買わなくてすいません。あ、すごい、すごい、なんかさ、ペンライト入れる袋ってさ、もう何、粘着テープみたいな感じだったじゃん。もうすごい、あああああ、ちょっとごめんなさい、これ、ほら、すごい、ジップロックみたいなやつ、これすごい。だって粘着テープのやつって結局何回も出し入れしていくと粘着なくなっちゃって、最終的に袋が袋として使えなくなるというかなんだけど、うわ、ジップロックはこれ誰考えた人、長尾くん、長尾くんかな、天才じゃん。うわ、やばい、これは永久保存できますね。お、あ、ストラップはないのね。で、こういう感じでこれがあるのでこれを外します。ここにスイッチがあるので、あ、おー、まずはこれが白ですね。ではまず大悟くん、では長尾くん、おー、いい感じ。ゆうちゃん、うん、ジョーくん、ウィー、いやー、いいな、いい色だね。ミッチー、あー、かわいい、かわいい、かわいい。キュンキュンわー、いい感じじゃない。キョヘ、あー、落ち着く、おう、クロ、落ち着くぜ。で、まあ、白も選べる。あー、すごい、カラチェーンができますね、楽しい。なんかさ、ペンライトって結構さ、ここの先がさ大きいイメージあるけど、結構今回はコンパクトだねすごい持ちやすい、軽い、なんかこうやって振ってったらぶん投げちゃいそう。一応ストラップをここに通せる穴があるんで、ちょっと通そうかな、さすがにちょっと怖いな。へえ、私キスマイのライブ行ったことあるんだけど、その時もこんな感じでカラーチェンジボタンあったんで、なんかそれを思い出しますね。いいね、分かりやすくて。なんか嵐だと一個一個ペペペペペペってやらなきゃいけないから、まあそれはそれで全然良かったんだけど、もうなんか仲間をしてると感覚で覚えるんで全然問題なかったけど、やっぱりこうやってボタンがあると分かりやすくて便利ですね。でもなんか途中でなんかこう握ってる途中で間違えてくると、あーって押しちゃいそう。まあ、そんなにすればいいか、こうやって先端で持てばいいかっていう感じで、こちら2つだけですけど買わさせてきました。で、正直ね、他の届いてる人の靴見て、フォトキーホルダーのやつ、あの長細いやつ、あれが思いのほか可愛いし、なんか生地感がいいなと思ったんで、あれだけちょっと行く時に当日買えれたら嬉しいなと思ってます。結構可愛かった、クオリティ高と思って、ちょっとね、買わなかった方ちょっと今日後悔してるんですけど、まあでも私にはペンライトと宇宙があるんで、もうこれでライブに行けます。はいはい、もしね、まだ買ってない方がいたら、まあちょっとでも参考にできたらなって思いますペンライトと宇宙の参考ってね、まあ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 、まあ、そんなならないと思うけど、はい、こんな感じです。はい参戦される方、まあ、グッズしか買わない方、まあ本当にね、皆さんそれぞれの、まあ、夏の楽しみ方をしていただけたらというふうに思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。